また2日間にわたって会場の至る所で竹筒の中に浮かべたろうそくや市民から募集した川柳100点を書き入れた行燈に火が灯され、優しい明かりが辺りを静かに照らしていました。中でも美術家河合美香子さんと地場産業組合の皆さんとのコラボレーションで制作した光の造形作品はどれも幻想的な世界を作り出していました。2日間にわたって行われた生駒高山竹あかりの夕べ、このほかにも会場では茶筅制作の実演や茶道具の即売会なども行われ、茶筅の里高山ならではの魅力にたっぷりと触れることのできるイベントとなりました。では続いての話題です。10月24日25日の2日間、花のまちづくりセンターフローラムで花と緑を楽しむオータムイベントが行われ、さまざまな体験コーナーを楽しみにしていた市民でにぎわいました。こちらは朝から随時受付が行われた寄せ植え教室です。今回用意された花苗はこれからの季節にぴったりのシクラメンやサザンクロスなど5種類。参加者はスタッフに教わりながら植物の背の高さや色合いなどのバランスを考えてポットに植えていました。またオリーブの会の皆さんによる素焼き鉢を使ったリトルポットマン作り教室では、頭の部分にお気に入りの多肉植物を植えるとあって、どの参加者も親子で楽しみながら制作していました。そして芝生広場で行われていたのはガーデニングクラフト展です。広場には車や椅子、プランターなど55点が展示され、訪れた人は木の温かみに触れていました。またチェーンソーアートの世界大会で5位の入賞経験を持つ梶谷哲也さんによる実演コーナーでは、およそ1メートルの丸太が大小5台のチェーンソーを駆使して30分から40分程度でフクロウやクマに変身。観客からは感嘆の声が聞かれました。このほかにも園内に設けられたチップの無料配布や花と緑に関するクイズラリー、市民による模擬店コーナーはどれも好評で、朝早くから多くの市民でにぎわっていました。また花と緑の景観まちづくりコンテストの表彰式が行われ、住宅や地域の緑化に取り組んでこられた方の中からコミュニティ、学校、事業所、住宅の4つの部門で11組が入賞されました。式典では山下市長が花と緑のまちづくりのリーダーとして今後も活躍してくださいと挨拶し、それぞれの部門の入賞者に賞状を、そして2年連続で最優秀賞を受賞した紅葉大ひまわりの会に賞状と顕彰プレートが手渡されました。コンテストに入賞された方に話を聞きました。ガーデニング始めたすぐの頃はとにかくプランターをたくさん並べてたくさんお花を咲かすことばっかりしてたんですけども、今はとにかくナチュラルな感じで植えることを力入れてます。去年に引き続き最優秀賞をいただきましたので、とても私たち喜んでおります。今後ともこれが途切れないようにみんなで頑張っていきたいと思っております。コンテストには36組の応募があり、どのグループも花と緑があふれる街にしていきたい、市民や地域の方々に喜んでもらいたいという思いで取り組んでおられます。中には活動を通して地域の人とのコミュニケーションがより一層深まったというグループもありました。さて、ここで生駒市消防本部から秋の火災予防運動のお知らせです。火災が発生しやすい時期を迎え、11月9日から15日までの1週間、消えるまでゆっくり火の元にらめっこを統一標語に、全国一斉に秋の火災予防運動が行われます。生駒市では期間中、一人暮らしの高齢者宅およそ740世帯、一般家庭およそ3500世帯を防火訪問します。女性消防団員も皆さんのお宅を訪問しますので、ご質問などがありましたらお気軽にお申し付けください。最近、全国で腐食が進んだ古い消火器による破裂事故が相次いで発生しましたが、皆さんのご家庭に設置している消火器も錆や変形がないか確認してください。古い消火器を廃棄する場合は必ず専門の業者に依頼してください。わからないことがあれば、最寄りの消防署や分署までお気軽にご連絡ください。これからは空気も乾燥し、暖房器具などを使用する機会も増えてくると思いますので、火の取り扱いに十分注意してください。市民の皆さん、火災のないまちづくりにご協力をお願いします。いかがでしたか？このようにラブリータウン生駒では、毎回生駒市のホットな話題を中心にお伝えしています。ご意見ご希望がございましたら、電話 74-1111 内線222生駒市広報広聴課までお願いします。なお、ファックス 74-9100 もご利用いただけます。皆さんのご意見ご希望をお待ちしています。それでは、さようなら。